おはようございます。今日は8月27日朝5時12分に相場解説をします。ちょっと講義をさせていただきたいんですけども、今月はセルの方で取っていくっていうふうにお話をしました。つまり月間のローソク足は陰線になってるはずなんですよ。でも現実は今ね、陽線なんですよね。昨日の時点ではまだわからなかったんですけども、今日はちょっと陽線の方に触れてます。これがどういうことかっていうと、セルで行くと言ったのに月足は陽線ということはね、私のエントリーの回数は少ないってことなんですよ。で、月間を通じてセルで行って、実際にセル、予測を立てたのがセル、戦略を立てたのがセルで、実際に1ヶ月、今もうおおむね1ヶ月が終わってですね、これが陰線になっていれば、その分だけセルでエントリーできた回数が多かったってことなんですけども、そうはなってないですよね。まあ、ですんで私はね、今回、まあマイナスにはならないんですけども、まあ予算通りにはなかなか勝てなかったかなというところですね。まあだから20万いくかいかないかってことでしょうね、今回はね。これがね、思った通りドンピシャでセルになってると、まあ40万前後だと思いますし、その幅によってはね、50万で目標達成ってことになるんですけども、いや、今回はね、敗北ではないんですけども、予想通りには勝てなかったかなってことです。月間でセルの予定を立てたんですけども、まあ上に伸びることが多くてね、で、セルで入るチャンスが少なかったっていうことですね。まあ繰り返しで恐縮ですけどもね。じゃあ今日の相場解説に入っていきましょう。今日はですね、こんな感じになってます。デイリーですね。デイリーはまずこういう風におさらいができると思います。上底が決まっていて、下底がこう広がっていくかなと思ったんですけども、もうレンジに入ったよってことなんですよ。ですね、レンジに入ったってことは、この辺りにローソク足が触れたら、倍で取れると。ね、倍で取れるということもありますし、この辺りで、ローソク足が触れたらセルで取れるってこともあると。これはもう繰り返しお話したんでもういいかと思います。でね、私はバイで入ってないんで、ちょっとここがね、取り損ねちゃったところなんですけどもね、バイ戦略だったらね、もう軒並み取れてるんですけどもね。で、これで4時間なんですけども、4時間はこういうふうに収束する、そしてブレイクっていうふうにお話しました。で、これが、ね、若干ブレイクになってるわけなんですよ。今上の方飛び出して、そしてこれからね、上に伸びようとしてますよね。で、月間の戦略を私、セルで持ってたんですけども、どうもバイの方に触れそうですね。で、ブレイクしてバイの方に行きましたんで、残り少ない日数はバイの方で取っていけるかなっていうふうに一見感じそうなんですけども、ここで1時間を見てみます。ね、1時間を見るとちょっと判断に迷うところなんですよ。どうですか？下の辺がここでしょ？上の辺がここでしょ？で、この間でレンジを書いてるってことは、ここからセルに入りそう。特にダブルトップがここに見えますからね。ダブルトップからの、あれ、ダブルトップからのセルが始まってるんじゃないかなというところがありますんで、先ほどのね、4時間でしたら倍の方で取っていけそうなんですけども、1時間を見ると、今日のことですよ。今日はセルの方に触れるんではないかなって判断にならざるを得ません。もう一回4時間見てみますよ。4時間を見ると、これ、倍の方に向かっていきそうなんですよ。なぜかわかります？収束だと思っていたこのペラントが、上に抜けたからなんですよ。ね。だからここで倍の方に向けて、セルの方に向かっていく。あ、逆だ。セルの方に一旦落ちて倍の方に向かっていくって図も、書けなくもないでしょ。で、移動平均線はこういうふうに、上に広がってますからね。まあですんで、今日単体で見るともう一回1時間ほど置きますけども、今日単体で見るとね、これはこの天井に当たってるんで、セルの方向に触れそうなんですけども、ただこの上昇トレンドは、このレジサポを割ってですね、上の方に伸びていくっていうふうに考えられますんで、一旦はセルで、そしてバイの方に向かうかなってことです。その一旦はセルの、その一旦がもう今来てるかもしれないんですよ。ここね。移動平均線に絡むとローソク足上の方に跳ねるでしょ？これもよくあるパターンなんですけども、移動平均線に当たると上に当たる。跳ねる。で、移動平均線に当たると上に跳ねる。移動平均線に当たると、で、今回はね、上に跳ねるのかなと思いますんで、今日は非常にね、セルかバイか難しいところになると思います。せっかく金曜日なんですけども、こういう時は難しいんで、やらないっていう選択がいいですよね。今月はすごくね、上がりが少ないんですけども、仕方がない、実力がないんで、はい。
とりあえずマイナスにならなくてよかったなってところで、うん、まあ損失は出てませんからね。まあ十数万で着地するといえども、十数万の、うん、利益は取れてますんで、まあ、よしとするかなと。まあ、私の、うん、月間ノルマっていうのは、自分に課してるノルマは 50% なんですけどもね。だいたい月の初めに100万円にしてますんで、月終わりに150万円以上出てると、その月は、まあ、勝ったかなっていうところなんですけどね。ただ、目標通りにいかなかったことは、それだけ学びがあったってことなんで、力ついてるんじゃないかなと思いますけども、どうですか。はい、じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。